ナとお前は助けてやる。やめてナガト、私のことはいいから二人ともここから逃げて。ヤヒコ、抵抗すればこの女の命はない。やめて。たちを抹殺しようとした。団蔵は火影の座を奪うため半蔵と組み、半蔵は己の主権を守るために、それは全て半蔵の罠だった。雨隠れの主権を我々に奪われるのではないかという疑念。いや、ヤヒコは死んだ。それから俺はヤヒコに代わり組織のリーダーとなった。ナガト、ヤヒコ、コナン、夢の世界、そこでまた会わせてやる。必ず。